はい、今回はあなたは固定派、守備プロ派ということでちょっとお話ししていきたいなと思っております。このチャンネルは阪神タイガース情報を配信しているチャンネルです。阪神タイガースファンの方でチャンネル登録していない方がいらっしゃれば登録よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、あなたは固定派、守備プロ派ということで、ちょっとですね、来季に向けた話をしたいなというふうに思っていまして、特に守備位置について考察をしていきたいなというふうに思っております。で、この話をしようと思ったきっかけなんですけれども、ドラフト動画の中でですね、1、3塁の大型内野手やっぱり欲しいよねという話をしていたんですけれども、そういうところでですね、コメント欄の方にもですね、ファースト、サードにはですね、大山選手と佐藤輝明がいるから、点々点みたいな、コメントも残っておりまして、そういうところから、ちょっと発生したトークテーマとなります。はい、ですので、今回は守備についてお話をしていきたいと思います。はい、まず守備位置論争についてということで、改めて話をしていきたいんですけれども、いわゆるですね、こう矢野野球ですね、矢野野球は、守備コロでしたよね。で、この部分がですね、岡田野球になった時に守備固定になりましたと。で、ここまでの経緯確認していくと、矢野監督時代はですね、各選手二遊間であったりとか、1、3塁なんかもそうですよね、いろんな、ポジションをですね、複数ポジションを守ることで、やっぱりこう守備で弊害が出ている、あとは打撃に集中できないっていうことがあって、その部分がですね、良くないんだというような話の中で、守備固定をしていかなければならないよというのが、岡田監督の考えだったと思います。で、この守備コロ派、守備コロのですね、メリット、デメリットであったりとか、そういうところっていうのも確認しておきたいんですけれども、この守備コロはですね、いわゆる結構最近のトレンドですよね。近代の野球、複数ポジションを守りながらベストな選手を使っていくっていうのが、近年の野球のトレンドとなっていまして、メリットはですね、多彩な攻撃パターンが、作ることができると。ただ、デメリットとしてはですね、若干守備軽視になってしまうんじゃないかということが、心配されているということだったと思います。で、守備固定はですね、いわゆる昭和型の野球というかクラシックスタイルといった方がかっこいいかなと思うんですけれども、そういう形になっておりまして、メリットはですね、もちろん固定することで守備力がアップする、あとは攻撃に集中できるというようなところがメリットだったと思うんですけれども、デメリットは替えが効かないということだったと思います。はい、こういった形でですね、岡田野球と、矢野野球、守備に関してはですね、結構考え方が180度変わるような感じになっているのかなというふうに思います。で、この2年間、じゃあ岡田野球を見ていったときに、どうだったのかということも、改めてですね、もうすぐ、今シーズンも終わりかけになっていますので、振り返っていきたいなと思います。それぞれのですね、数字、代表的な数字をピックアップしてみました。それがこちらです。はい、投打ともにですね、それぞれの投打、守備と打撃ですね、それぞれの手法をまとめてみました。はい、で、22年からですね、24年まで、過去3年間を遡ってみましたので、22年がいわゆる矢野野球ですね、で、23年、24年が岡田野球となっております。はい、まずはエラーの数なんですけれども、2022年はですね、86個で、12球団でもナンバーワンでした。で、23、24、どうだったかというとですね、実はエラーの数、結局減りませんでした。85個で、ナンバー2ですね。で、24年もですね、現在では83個で、ナンバー2ということで、エラーの数は全然変わりませんでしたね、というような感じになります。で、あとは UZR ですね。UZR 見ていっても、2022年はですね、実はマイナスの22で、エラーの数が当然1位ですので、12球団の中ではですね、ワースト2位と、11番目の指標となっておりまして、この2023年の UZR は特筆すべきものがありまして、プラスの 11.7 だったんですね。これは12球団でも、3番目にいい成績となっておりました。ただ、今年ですね。今年は UZR がマイナスの52ということで圧倒的最下位なんです、実は。そういった形でエラーの数も多いし、UZR も最下位に沈むというような形になりました。あとは打撃なんですけれども、そこも見ておきたいんですが、2022年、2割4分3厘で12球団で7位ですね。で、2023年は2割4分7厘で、12球団で3位。2022年は2割4分4厘で12球団で7位という数字になっています。はい。これを見て、どう感じるかっていうのはすごく難しいんですけれども、
まあ、2023年、得点はですね、12球団でも一番の成績だったんです。で、これはやっぱりフォアボールをですね、まあ、数多く獲得できたっていうところが、まあ、大きく起因しているのかなというふうにも思っていまして、まあ、この固定でのメリットですよね、まあ、打撃に集中できるっていうようなところで、まあ、打撃の指標が上がったかと言われれば、結論から言うとですね、まあ、あまり上がらなかったのかなというふうにも思っています。であとは、固定のメリットだと思われていた、まあ、守備ですよね、まあ、エラーの数は減ったかと言われれば減りませんでした。で UZR ですね、去年はものすごく良かったんですけれども、まあ、今年はですね、2022年よりも、結果から言うと大きく悪化してしまったと。でここに関してですね、結構、興味深いなというふうに個人的には思ってまして、2023年固定したことによって、まあ、エラーの数は、そんなに変わらなかったけれど、まあ、UZR は増えた、良くなった、かなり改善されましたね、まあ、11位から3位だったので、まあ、かなり改善されたんですけれども、今年、UZR がですね、まあ、大幅に解約されてしまった。これは、固定の個人的にはデメリットだと思っているんです。まあ、2023年はですね、まあ、固定メンバーで戦った初年度ということで、まあ、ちょっと別の動画でもですね、阪神圧倒的ブラック企業感ということで、まあ、本当に数限られた選手の中で、2年間走り続けてきた弊害なんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、まあ、やっぱり1年間、まあ、阪神タイガース2023年は優勝もしましたので、日本シリーズまで戦った上でですね、まあ、シーズンオフも、まあ、いろんなイベントごとで体休まることなく2024年に突入したと思うんですけれども、まあ、その弊害が、出てしまってるんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、守備に、好不調はあまりないというふうに言われてますけれども、やっぱり体のキレだったりとか動きがですね、まあ、同じ選手で2023年と同じ選手でですね、戦っていた今年っていうこともあって、まあ、かなり体の動きが悪くなってるんじゃないかなと。でそれが、UZR の、マイナス指標に大きく現れてるんじゃないかなというふうにも思ってまして、まあ、ここがですね、まあ、固定の最大のデメリットだったんじゃないのかなと。要は、2023年固定しました、優勝しましたとなるとですね、やっぱりどうしても2024年もですね、同じメンバーで戦っていかなければならないという、まあ、ジレンマにですねぶつかってしまったんじゃないかなというのが、最大の、まあ、今年、まあね、こう成績自体はですね悪くないと思うんですけれども、現在2位ですので悪くはないですけれども、連覇できなかった要因というかですね、まあ、その一つになるんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、こういった形で、まあ、守備の固定、要はイコールメンバーの固定ですよね、まあ、これがこの来季、どういうふうになっていくのかなというふうに思っていまして、まあ、守備をですね固定すれば、ね、おそらく来年もですねほぼほぼ同じメンバーになってくるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、ここは一回固定っていう頭をですね、まあ、完全に取っ払ってですね、逆に、まあ、もしも仮に、まあ、先ほど言ったように1、3塁には大山佐藤輝明選手がいるっていうことを抜きにしてですね、まあ、今年で言うと、まあ、サードの大型内野手ですね、まあ、右で言うと西川選手であったりとか佐々木大選手、もしくはファーストを守れるような左バッターの外国人が入ってきましたというふうになった時に、まあ、どういう打順であったりとか、スタメンが組めるのかなというのも、固定っていう頭を完全に抜きにして考えてみたのが、こちらになります。はい、まあ、今までの、スタメンですね、それを左に小さく乗せていてちょっと見づらいかなと思うんですけれども、まあ、要はファーストに大山選手がいて、佐藤輝明選手がサードにいる、でライト森下、センター近本で、レフトに前川選手、もしくは最近で言うと井上選手だったり、まあ、野口選手が入るというのが、まあ、今年のですねオーソドックスなスタイルだったと思うんです。でこの、固定をですね本当に頭を柔らかくして取っ払った時に、どういうスタメンが組めるのかなというのが、右の2つとかだったりすると思うんです。まあ、近本選手もですね、まあ、フルにもちろん出てくれて、常にいい成績残してくれればそれで問題はないんですけれども、やっぱり少しずつ休ませながら使わないとダメだよねとかっていう風になった場合には、こういうメンバーが組めるんじゃないかなという風にも思ってまして、まあ、センター森下選手めちゃくちゃ守備いいので、この前の肩の、まあ、肩の強さですね、バックホームで刺した肩の強さもあるので、センター十分守れる選手だと思うので、例えばですけれどセンターに森下選手を置
僕で、サードに、佐藤寺樹選手っていうのが今までだと定石でしたけれども、守備に不安があるので、佐藤寺樹選手はライトに回す。で、大山選手、2022年まではレフト守ってましたよね。で、大山選手もこのサード守れない説っていうのがずっと言われてますけれど、膝が限界だと。ただ大山選手のこういつも一塁までのですね、全力疾走であったりとか、そういうところを見てると、本当にサード守れないのかなとか、外野守れないのかなというのは、もちろん本人に聞いてみないとは分かりませんけれども、守れるんじゃないかというふうに仮定すれば、この時にレフトに大山選手を置いて、ファーストにはですね、井上選手なんかを置くこともできますし、右の、西川選手であったりとか佐々木大選手がですね入ってくれば、そこに、スポット当てはまるってこともできます。で、一番右側の、図で言うとですね、ここ例えば外国人選手ですね、左バッターの外国人選手なんかが取れましたと、ファースト守れるような選手が取れましたというようなことであれば、外国人選手左っていうのをですねファーストに置いて、サード大山選手にしてですね、レフトに前川選手、センター近本選手、ライトに佐藤寺樹選手みたいな形でいくと、左バッターをですね、かなり集めたようなスタメンなんかも組むことができるんですよね。で、こういった形でですね、戦っていけば、もちろん守備コロということになって、エラーが増えてしまったりとか、勝てなければ守備コロと揶揄されるような状況ではありますけれども、もしですね、西川選手であったりとか佐々木選手入ってきてもですね、大山選手の時もそうでしたけれども、もちろん1年間フルでですね、1軍で試合に出るっていう想定ではないと思うんですね。なので、真ん中の、スタメンだったりとか右のスタメンがですね、1年140試合戦っていくうちに、15から20ぐらい、あってもいいんじゃないかということで、こういう柔軟性も聞くことができますし、近本選手であったりとか、大山選手なんかをですね少しずつ休ませながら使っていくっていうことも、これから視野に入れていかなければならないと思うんですけれども、そういうこともできるっていうのがですね、やっぱり守備コロの最大のメリットなんじゃないかなというふうにも思っています。はい、こういった形でですね考えていけば、ドラフト1位、当然金丸投手の宗山選手っていうところがですね、主力にはなってくる、メインにはなってくると思うんですけれども、西川選手であったりとか、佐々木大選手なんかをですね、外れ1位、西川選手外れ1位で取れるかはちょっと微妙ですけれども、で指名してもですね十分活路があると思いますし、いわゆる、育てながら勝つみたいな野球も実現可能なんじゃないかなというふうにも思っています。はい、こういった形で、ちょっとドラフトのコメントを見ていてですね、もうみんなこの2年間でですね、各ポジションに1人みたいなイメージで、物事を考えてしまってるんじゃないかなというふうにも思ってまして、改めてですね守備コールのメリットだったりとか、固定のデメリットみたいなところも話させていただきました。はい、あなたはですね、本当にこれいろいろコメントで聞きたいんですけれども、コメントで書いてほしいんですけれど、固定派ですか守備コロ派ですかみたいなところをですね、書いていただけると嬉しいです。はい、ちょっと今日はですねドラフトから派生した動画でですね、来季の守備位置について話をするということで、ちょっとマニアックな話になってしまいましたけれども、動画1本撮らせていただきました。はい、今回は、そういった形になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。